聞いてください。夢見るユーティー待ってた。Thank you.
だけ出勤一緒になったことがあって、その時もなんかすごいなんていうのもなんかもう宇宙水で可愛いなみたいな感じでキモくなっちゃったな感じだったので、まあ、これからもねあの可愛い可愛いアイドルにどんどん成長していくと思うので、今日はね、いちいちゆかちゃんのお誕生日一緒にお祝いできたらなと思います。改めてお誕生日おめでとうございます。可愛い、めっちゃ可愛いなマジではい、ということで、今日の瀬戸りは、まあ、あの間違えて持ってきたんですけど、あのとあるこの生誕のために持ってきたやつを持ってきてしまいました。本当にマジでごめんなさい、もうマジでごめんなさいなんですけど、だから多分次違うライブであれ同じ瀬戸りじゃねっていうの来ると思うんですけど、まあ、予習ということで、そう、分かんない分かんない、言わない言わない言わんけど、まあ、近いうちにあると思うんでちょっとごめんなさいっていう感じです。そのね、あの
広報の方にも申し訳ないですし、ゆかちゃんにも申し訳ないんですけど、はい、まあちょっとね、急ということで、この後ちょっと小道具使うやつなんですけど、小道具も楽屋にあるんで、もう手でやります。まあ、こういう感じの曲ですね、皆さん分かると思うんですけど、はい、皆さんで盛り上がっていただきたいなと思います。ですね、その前に告知をさせていただきます。私事なんですけども、12月の8日金曜日ですね、私の活動を生誕&活動10周年記念ライブを開催することになりました。ありがとうございます。場所はスペースアットスタジオさんで、セカンドアルバムの発売があったり、ちょっといろいろサプライズをご用意してますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。さあ、ありがとうございます。じゃあちょっといつもと違う感じになるんですけど、まあ、なんかみんなの心の中には多分センスが見えてると思うんで、一緒に笑っていただけると嬉しいなと思います。やばい。それではちょっと落ち着きがないですけど、まあまあまあ、まあ、取り戻していきます。はい、それでは最後の2曲です。聴いてください。浮世ギャラクシー。これそうですね、みんなの心にセンスを持ってください。しない毎日を抱えているみたい、余裕のないそんな日々を大切にして、手でしてやりなさい。
主催ライブの DVD 今日から発売となりますので、よかったらお越しください。よろしくお願いします。はい、それでは以上、あかねこと山崎あかねでした。ありがとうございました。ありがとうございました。